皆さんこんにちは、ピンカンの清原です。それではね、沼崎さんセレクト2曲、はい、私セレクト1曲で、クラシック3曲、ジャズ3曲、はい、ボーカル3曲、はい、じっくり聴いていこうじっくりですね、はい。ドーピングを済ませました。でバージョンアップというかこうちょっと最適化した最適化した最適化した、ね、まず電源ケーブルを変えました。シーセンの電源ケーブルですね。これ AET の TSD-HS-AC1.8m で、これ6万9000だったと思います。定価がね。で、パワーアンプ、ね、M1000TX の電源ケーブルは同じく AET の TSD-HR-AC というものに変えました。これ 1.8m で9万7000円だったと思います。で、スピーカーケーブルを変えました。これね、太いやつ。QED のジェネシスシルバースパイラルっていうね、これ3メーターペアで、これ6万ぐらいだったかな。あ、それでも、うん、はい、そんなにめちゃくちゃ高くないんですよ、はいはい。で、ジャンパー線をですね、ちょっとツヤを出したかったので、エアーボーンのシルバー VT というのに変えました、はい。これは4個で3万円しなかったかなっていう感じのジャンパー線ですね。で、銀線なんですよね、銀単線、はい。これ銀単線を使うことによってちょっとツヤが出ますので、まあ、この M1000TX のエイジング不足をね、補ってくれるかなと。まあ、AT の電源ケーブル系はツヤを出すというよりはさらに情報を出すというか、そうですね、うん、まあ、先ほどセットアップで聞いた時も、極端な話、 M1000 が M1000TX になって、うん、こうトランスとか電源系を変えてめっちゃ音が良くなったっていうのの、そこまではいかなくても電源ケーブルで結構ブーストされるんで、まあ、ノーマルと比べるとかなりM1000 が M1000TX 寄りになるんで、 M1000TX が、まあ、TX スペシャルみたいになるみたいな、ね、イメージの電源の違いですね、はいはい。ということで、ジャンパー線、スピーカーケーブル、電源ケーブルを変えてみました。だから大体ね、僕のイメージしてるね、アクセサリーの総額っていうのはコンポの 10% ないし 15% ぐらいが大体妥当なライン、マックスじゃないかと。だからまあ100万円のものに50万円のアクセサリーっていうのは、うん、まあ、やってもいいんですけど、趣味だから、まあ、バランス的にはそれだったら最初から150万のアンプ買えよみたいなね、うん、話になってくるんで、うん、まあ大体定価の 10% ぐらいが妥当かなというふうに思っております。はい。ではクラシックの1曲目は先ほど聴いたのと同じ曲ということで、魔女の宅急便ですね、はい。そうですね、はい、久石譲さん、はい、ロイヤルフィルド、CD ですね、はい、はい。こちらをね、聞かせていただこうと思います、はい。はい、よろしくお願いします。失礼します。Thank you.
まずね、1曲目魔女の宅急便を聴かせてもらいましたけども、はい、やっぱりだいぶこう可愛らしいですね、あの、うん、ダイナミックスのね、うん、レベルはやっぱ全然変わってきますし、うんうんうん、もう何て言うんですかね、もう本当に、まあ、先ほどもね話したんですけども、うんうん、単純にもう本当にボリューム上げたみたいに、うんうんうん、感じる部分っていうのはもう一丁で分かるとは思います、うんはい、細かいところはね、うん、もう本当にいろんなところがあるとは思うんですけれどもね、うんはい、もう圧倒的に可愛くなったんで、はいはい、あの本当にこう魔女の宅急便っていう映画のためのそうですね、その雰囲気をちゃんと演奏してるんだよっていうのが分かるっていう、うん、そうすごく伝わってくるようになったので、はいはいはい、あのかなり満足でございます。よかったです。はい、では次2曲目は何を聞かせて、はい、はい、次はちょっとピアノの曲をおかけしたいと思います、はいはい、ちょっと前 の, あのエソテリックさんから出てる、はい、あのピリスさんのノクターン集から、はい、第8番ちょっと聴いていただきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。ショパンのノクターン、そうですね、はい、ショパンのノクターンですね、はい、はい、よろしくお願いします。これは SCD ですね。こちら SCD になります、はいはい。
ぱりこうあの静寂感っていうか非常に SL が高いですね。やっぱりこういう録音が残ってるっていうかね、うん、当時の録音でこれだけこう、うん、ダイナミックレンジが広くて、うん、でもピアノだけなのにっていう、うん、それがやっぱり入ってるのがちゃんと再生できるかってなると、うん、結構またこれは大変だなと思いつつも、やっぱケーブル系のチューニングでね、やっぱりあのスピーカーとかこのエレクトロニクスの存在感が消えて、やっぱりここで、うん、生演奏聴いてるっていうね、はい、あのそういうイメージムードが相当出てきたというふうに思います。はい、これがね、あのエイジングが完了したら、うん、まあこういうあの最適化しなくてもかなりこれに近い音が出るんじゃないかというふうに予想します。ただまあ、うん、そうですね、絶対こうケーブルはね、うん、本当に使われるオーナーの方が自分で、うんやっぱり、ねうん、チョイスしてってことになるので、はい、その部分はね、はい、本当にあのまた一つの楽しみでもあるの で、あとは、まあ、あのこれあのね揺れるウェルフロートのボードです ね、はい、あのこれは、まあ、下がね硬いところなら、まあはい、私もあのこんなふわふわのカーペットの上にスピーカーを置くんであればこのウェルフロートボードを置くことによってやっぱり低音のリジット感とか相当良くなるし、グリッ感も本当に上がりますし、もともと TAD のスピーカーってあの点灯角をね、はい、あの非常に厳しくチェックして、はいはい、しているので、まあ、ウェルフロートボードを使わなくても、まあ、震度5ぐらいまでだったらなかなか倒れにくいという話も聞いております。はい、はいはい、まあ、なおさらそうですね、あの音も多分改善しますし、そうですね、これ補助足もついてますからね、はい、耐震っていうところで相まって、うん、はい、あの使っていただくのはぜひ。ウェルドボートを付け加えたら多分震度5強から6はちょっと体験したことないんですけど5強では倒れないです。多分もっと耐震性は絶対上がると思うんで、やっぱりね、はい、この間ねちょこっと警報も出たことですし、やっぱりそういう意味では転倒しにくいスピーカーを選ばれるっていうのは、はい、悪いことではないと思います。そういう意味でもぜひぜひ。スピーカーの転倒にね巻き込まれて他の機械もね壊れちゃうこともあるんで、ね、東日本の時もありましたしね、うん、はい、それはあると思います。震災の時も本当に皆さん、うん、備えあれば憂いなしじゃないですけど、はい、あとはこの、スピーカーはね、レーザーセッターっていうね、レーザー光線でセットアップするものでやっております。やっぱりそういう部分ね、ちゃんとセットアップできるかどうかっていうのはこれはショップの上の見せ所なんですけど、はいはい、まあ、そういう部分も含めて、はい、購入するお店を選んでいただくか、はい、学んでもらうの。だってこれは行ったって絶対思うじゃないですか。一品館の YouTube なのに一品館の宣伝していいじゃないですか。そうですね、まあまあ、でもそういうところに、まあ、なんか疑問とか不満があればね、まあ、別に無料で相談にも応じますので、はい、そういったところは本当に親身にね、木村さんやっていただいているので、はい、思いますよ。で、僕もね、最初ちょっと書きようかなと思った曲と書いてですね、僕もショパンのノクタン、はいはい、これはライブアットカーネギーホールっていうね、後藤みどりさんがバイオリン、はい、ロバート・マクドナルドさんがピアノを演奏して、はい、カーネギーホールでライブをやった、だいぶ前のまだ若かりし頃の後藤みどりさんの、はい、録音なんですけど、これはね、ノクターンっていうと野草曲なんですね。だからさっきの曲なんか聴いてると本当に夜っぽいムーディーな夜っぽい感じなんですけど、このノクターンはね、どっちかっていうとレクイエムっぽいの、なんかこうなんか人が死んで魂が天に昇っていくみたいなイメージのある、ちょっとこう一風、僕のイメージからすると一風変わったノクターンなんで、まあそれをちょっと聴いてみようと思います。はい、thank you.
沼崎さんいかがでしょう。はい、録音としてはやっぱりね、これね、あの20ビットのデジタル録音、あ、20ビットなんですか、うん、ただやっぱりその場の雰囲気に引き込まれてるっていうか、めっちゃ細かい音までね、すっごい取れてるんで、マイクソニーのディスクなんですけど、はいはい、まあ、優秀録音の一枚じゃないかなと思います。本当にこうライブの雰囲気がね、よく取れてて、緊迫する感じとかね、そうそう、で、若干咳とか入ってるんですけど、まあ、それもね、はい、いい味になっててね、あの嫌なノイズ入ってなくて、ライブなんで、そうですね、すごくこれはあの好きな一曲なんですよね、はい、演奏にやっぱり魂がこもってるっていうのが、そうですね、よくわかるな。でね、あのこれピアノね、スタンウェイだからね、スタンウェイらしい、あの華やかな音、はいはい、でバイオリンはね、これね、あのちょっと書いてないんでわからないんですけど、うんうんうん、多分ね、ガルネリ・デルジェスだと思います。あ、ガルネリなんですね、はい、でね、ストラドバリーってスタンウェイみたいに華やか、うん、でガルネリ・デルジェスってこういうあの意味深い太い音が、特に中音がなんかガリガリゴーっていう音が出るんですけど、これはね、あのヨゼフ・シゲティが晩年に、はい、バッハのバイオリン無伴奏バイオリンソナタとパルティータを、はい、録音したモノラルがあるんですけど、これもガルネリ・デルジェスをね、はい、楽器に使ってるんですけど、ね、まあ、似たような音なんで、はいはい、あのそういうあの楽器の音、はい、楽器の種類までね、判別できるぐらいこの TAD のコンポっていうのはきちっとストレートに音を出してきてくれるのかなというふうに感じました。はい、はい、ということで、はい、次は、はい、ジャズ3曲ですね、はいはい、一旦ビデオを止めて、はい、ジャズ3曲聴かせていただこうと思いますので、引き続きあと2本ですね。そうですね、そうですね、ということで、はい、お願いします、はい。